から頑張ろうぜ。お前は今日もどこかで不器用にこの日々ときっと戦っていることだろう。キャビンありがとうございます。この街にみんなにお疲れ様という気持ちを届けたいと思います。よかったら聞いてください。みんな日頃お疲れ様です。本当ありがとう。ちょうど1時間頃仕事は忙しいのかい。どうで神さんは元気か。子供は大きくなったかい。実は昨日お前とつるんで歩く夢を見たんだ。昔みたいにお前と歩く夢を、そういやあの頃は俺たちの時代を築こう、なんて話を何時間でも語り合って飽きなかったな。そしてそんな時間こそ本当は俺たちの人生そのものだった。どうだい。時は流れいて、それぞれの大人さ、今はそう、マジか、どれの道を行く。さあ頑張ろうぜ。負けるな予想さ、お前の輝きはいつだって俺の宝物。でかく生きようぜ。お前は今日もどこかで不器用にこの日々ときっと戦っていることだろう。いいよね。ちょっと待ってくださいね。重大と愛入り混じった目で世間を罵り、お20代悲しみをして目を背けたくて街をさまよい歩き、30代愛する人のためのこの命だってことに、ああ気づいたよな。季節は過ぎて、それぞれの空、お前この頃何思う。さあ頑張ろうぜ。負けるな予想さ、お前の輝きはいつだって俺の宝物。ちょっと待ってくださいね。宝物でかく生きようぜ。お前は今日もどこかで不器用にこの日々ときっと戦っていることだ。そんな思いがいつだって俺の宝物。さあ出かけようぜ。
いつもの景色こそらの下いつかどでかいどでかい虹をかけようよ。さあ頑張ろうぜ、負けるな予想さ、お前がいつかくれた優しさが今でも宝物でかく生きようぜ。いつもの景色あの空忘れないぜ。さあさあ今も同じ星を見